マピーチャンネル Do it yourself。 はい、どうもヤマピーです。そしてカメラマンのゆうこちゃんです。お願いします。この前はね、出航して昼からっていうか遅い時間から出て昼から晴れるんだっていうね予想だったけど、雨でね帰ってきましたね。前回残念だったんですけどね、今日はまあすごいいい天気ね、ゆうこちゃんは何を釣りますか。今日はですね、大門ハタ。大門ハタのでっかいの50ぐらい。50ぐらい、はい。じゃあ、今日ね一日楽しみたいと思います。ではよろしくお願いします。じゃあゆうこちゃん、ちょっとね土遠征しようかな。遠征、土遠征ね。どちらまで。ビンダレ、今ビンダレのとこに来てるんですけど、少しね、豊波岬までは行かないんだけど、豊波岬の半分手前ぐらいのね、ちょっとプチ遠征です。 Go!ファーストフィッシュは何かな。ほう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 、よし、よっしゃ、両系のマダイ。余計なマダイゲットしました。ナイスフィッシュです。何かな、うん、絶対分かってたもんね。結構大きいんじゃない。分かんない、とてもない。いや、どうなんだろう。お、来たよ来たよ。あ、なん、ヒラメ。違う違う、全然違った。タイ、違う違う、タイだ、タイだ、きっとタイだ。違うか、ほら、タイ、タイ。お願いします。はい、開けたらいいかな。開けんな、はい、自分で外せる、できない。うん、ちょっとお願いします。はい、お綺麗なタイだね、ゆうこちゃん。はい、久しぶりに釣りました。タイを釣りました。タイを釣りました。タイやったら大きいよね。うん、大きいね。50、40個ぐらい。タイの、抜きしますね。これ。これ。これで。ここパンパンでしょ、うん、だからこのエラのね、エラじゃなかった。ここに刺すんですよ。こうやって。てるでしょ、空気が、うん、これしないとタイがほらお腹が反対にさ、うん、出ちゃうんですよね、うん、多分元気にね。はい、あ、バラした。うっそー、うわ、ショックや、ショックやった。大きかった。よく見ます。で、クッションにもね、ちょっと水を返す。で、私はこの海水バケツにね、ペットボトルの氷をちょっと入れておきます。の鯛を、
入るか。よっしゃ。タイを出します。でこれ手袋もちょっと冷やしてあげる。冷やしてね。よし、まず野締めします。野締め、このこめかみね、こめかみのところで、まあ目をこう隠してあげたらおとなしくなるからね。まあ、ちょっと目が分かんないと野締めが入ったか分かんないからこうして、目がキョロキョロっちになったら野締めが。まあ、かわいそうだから本当はこうしてあげた方がいいんだけどね。グリグリってしたらちょっと白くなるでしょ。で口開いてもう、ね、脳が閉まりましたって感じですね。でまあいろんなやり方があるんだけど、僕の場合はですね、まずエラの膜を切ります。エラ膜を切って、それからこの2枚目ね、エラの2枚目を切ります。で血が出てくるので、で、後でこの上の方もちょこんと切ります。でとりあえず切ります。よし。でもう一匹釣ったので、もう一匹もやりますね。よいしょ。ここだ、ここだ。お、こっちは元気だ。これが俺が作る OK。そうだね。ね。元気だ、OK が。でも時間かけないで、ほら目にね、アイライン。でこう米紙、怪我しないように。ちょっと色が薄くなるでしょう。ね、もじめが入ればね。そしてヘラ膜をこう切ってあげて、でヘラの2枚目ですね。2枚目のここを切ってあげた血が出るから、でつけます。でちょっとフリフリをしてあげます。でちょっとこのままちょっと置きます。こうやってちょっとフリフリしてね、血を出してあげます。これがゆっこちゃんの体。はい、ゆっこちゃんの体は40。はい、40です。このヘラの上のとこをちょっとね、こう傷つけてあげますね。ちょっともう一回こっち入れておきますね。さあ、私のはいくつでしょう。45。5センチ、5センチ勝ちました。よっしゃ。はい、これ入れます。には2リットルのペットボトルをとりあえず3本ですね。であんまり
冷やしたらいけないって聞いてるので、まあ30分から1時間かな、その片付けにもよるんですけど、冷やし込みをします。よし、はい、これで干し鯛がね食べれると思います。ご視聴ありがとうございました。Okay.